兵庫県はきょう、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、感染の急拡大を受けて、井戸知事は国にまん延防止等重点措置を要請する意向を示しました。兵庫県は新型コロナウイルスの感染の急拡大を受けて、きょう午後、県高官で対策本部会議を開き、井戸知事は冒頭で、国に対しまん延防止等重点措置を要請する意向を示しました。8月以降の話は、新しいチームを決めていただいた方がいいんじゃないかというふうに考えていただいたんですが、空白時間が生じてしまうということもありますので、言葉の性質上継続的な対応は不可欠ですから、あえてですね、恐縮なんですけど、8月1日以降の対策もできれば、この対策本会議で決めさせていただいた方が望ましいのか。兵庫県に出されていたまん延防止は、今月11日に解除されましたが、県は独自で神戸市や尼崎市など、10の市町の飲食店を対象に、酒類の提供は午後7時半まで、営業時間は午後8時半までの短縮を要請しています。要請の期限は今月31日までですが、県内の感染者数が昨日から2日連続で200人台となるなど、感染が急拡大していて、新たな対策が求められていました。県は対策本部会議で8月1日以降の具体的な対策や期間について協議していて、このあと井戸知事が会見で発表する予定です。その措置なんですけども、12日から31日までがこの感染リバウンド防止対策の措置になっているんですね。井戸知事はこの対策についてやめることはありえないというふうにこれまで話していますので、この措置は続くとみられます。ただその期間は延びるといっても、地域がどの地域が対象になるかというのは今まさに話し合われているということなんですね。そしてまん延防止等重点措置を国に要請するということですので、このまん延防止等重点措置に切り替わると、これ以上の、その時間が変わったり、より厳しい措置になる可能性もあると言えます。